皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人です。今回は梅屋敷駅をね紹介していこうかなと思います。現在ね梅屋敷駅にホームドアがね設置されています。割と最近です。1年以内かな、比較的新しいホームドアですね。そうそう、通過列車ですね。どこかな、乗っかはちょっとわからないですけど来てますね。あれですね、北総のね9100、別名シーフライヤーと言われる車両ですね。まあ、北総線のね車両でしたね。北総ってかな、厳密にあれなんだろう、千葉ニュータウンかな、ちょっとよくわかんないですけど、変わった車両ですよね、見た目がね。皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人でございます。今回はね梅屋敷駅をね紹介していこうかなと思います。梅屋敷駅は京急本線の駅でございます。横浜京急川崎方面に京急蒲田、品川平和島方面に大森町駅がねあります。梅屋敷駅はね、近くに、東邦大学のね、があるようでございます。東邦大学大森キャンパスがね近くにあるんで、サブ駅名的なところにね東邦大学前ということがね、書かれています。ナンバリングは KK10 です。品川駅から数えて10番目の駅です。品川駅から、およそ 7.2 キロにある駅で2面2線の駅でございます。2021年の利用客数は、13,486人、これ乗降人員ですね。でまた開業年月としては、1901年、明治34年にね開業した駅でございます。まあ、当駅のね、まあ、開業は1901年、まあ、明治34年ということですが、まあこれはね、1923年にね、大正12年、まあ、このたったに、まあ、この22年間、なんとね、実はね、道路上のね、停車場でありました。どういうことかというと、停留所ってあったって感じですね。何なのかというと、まあ、路面電車みたいな感じですね、だったんですが、軌道をね、その後1923年、軌道を移転しまして、新設軌道、まあ、いわゆる、まあ、多分専用軌道的なところをね、走るようになったって感じですね。またね、1982年、この当駅ね、当駅ね、止まる列車は普通列車のみです。急行、特急、快特、エアポート快特、モーニングウィング号、ウィング号はね、すべて通過でございます。で、当駅普通しか止まんないんですが、この駅なんとね、一時期って、まあ、この駅がね、高架化される前に、なんと、4両編成しかね、止まれなかったんですよ。多分それについて私言ってると思うんですよね。向こうの現場でね。多分理由としてはね、近くにね、踏切が近かったんで、ホームを伸ばせなかったんだと思うんですよ。4両まではね、ホームはあったんですが、その後ね、1982年かな、ドアカットをするようになったんですよ。6両編成の運用ができたんでっていうことで、ドアカットということですね。ですのでね、古い映像、古いって言っても、まあ、2000年代の映像ですとね、梅屋敷駅調べますと、多分ね、800型とかがね、ドアカットしてる映像とか写真とかね、出てくると思います。まあ、ググればね、湧いて出てくると思います。で、このね、高架化されたのはね、2010年、これ、上り線がね、最初に高架化。で、2012年にね、下り線も高架化されまして、ドアカットもね、2012年の10月21日にね、終了ということです。で、2013年、これね、13年にね、今、東邦大学前って駅の副駅名がついたということですね。で、
当駅多分ね、降りたシーンとか分かったと思うんですが、ホームドアがつきました。これはね、京急線の中ではね、多分最新鋭になるのかな。2024年2月10日にね、始発よりね、当駅1番線、2番線のホームドアがね、運用開始したということです。まあね、たまに、まあ、ここ梅屋敷ね、よく通過してるんで、いや、なんかホームドアの工事してんなという、なんかホームドアの設置、なんか準備してんなというのはね、知ってたんですけど、ね、途中、まあ、なんかいつの間にかね、動いてましたね。で、まあ多分これ私撮影した、2ヶ月前ですね、およそ2ヶ月ちょっと前にね、ホームドアがね、稼働したという感じですかね。また、梅屋敷とは一体何なのかというと、当駅、まあ、これ、ウィキペディアの丸コピなんですが、当駅付近にかつて梅屋敷と称される風邪薬の販売と梅味で有名な、庄屋が存在したことから由来しているとのことです。で、それで梅屋敷となったということですね。まあ、駅の構造ですが、再度言いますが、2面2線の相対式ホームの駅です。ホームはね、薄ピンクという感じですね。まあそんな感じで、まあそんな感じでございます。ではね、映像でございます。ご覧ください。ではどうぞ。で、もともとね、当駅はね、確かホーム4行しかなかったんですよ。高架化される前は。ちょっとね、もうごめん、もう通過列車はごめんって感じですけど、もともとね、ここね、あの地上時代はね、なんとホーム4行分で、6両編成はね、後ろの2両ドアカットしてたんですよ。で、それが2010年ぐらい、ここがホーム、あのこの感じ、あの高架化したのが2010年ですから、多分それ以降もうね、ドアカットはなくなりまして、まあ、完全6両分ね、ちゃんとホームがある駅になりました。昔はね、ドアカットで有名な駅だったんですけど、今は変わりましたね。またね、一段階また再度降りる感じですね。結構長いな。結構駅がなんか案外高いところにあるんですね。多分3階建てぐらいでしょうか。結構ね、高いですね。梅屋敷駅の外ですね。あ、ちょっとわかんないな。なんかね、ちょっとね、こちらが画像ですが、駅の看板ここの位置になかったんですよ。で、どうもね、ウィキペディアのですと、左側の方ですね、そちらの方にあったっぽいです。左っていうかね、ちょっと柱があるところですかね、柱の向こう側にね、実はあるっぽいんですよね。まあそんな感じですね。で、ついでにね、梅屋敷は京急蒲田まで 0.8 キロ、反対の大森町まで 0.7 キロという感じの地点で、結構駅が短いです。またね、停車します普通列車の写真とかこんな感じにね、撮れたりします。もうホームドアができちゃったんでね、撮影がちょっとしづらいのかなと思います。私ではこれがやっとですね。これ以上はそう、ほぼ無理でしょう。まあこんな感じにね、まあでも、こんな感じになります。まあでもね、安全対策はね、していただく上にはね、まあ重要かなという感じですね。ホームドアがね、特にこれは重要でございます。この区間は京急線でもね、スピードの出す120キロ運転がね、行われている区間でございますので、なおさら重要性がね、上がるかなと思います。大体多分上り列車でしたら、京急蒲田駅を出発して加速している途中じゃないですかね。下りもね、減速し始めですから、特に割と重要だったりするところですね。2030年までにね、京急線多分全駅ね、ホームドアつけるとのことでございます。多分それで合ってるはずです。間違ってたらすいません。改札に入ります。
ちゃんとね、階段もあります。ホームに戻ってきました。でね、この区間にはエアポート快特もありますので、こんな感じですね。色が賑やかですね。今全部通過ですけど、普通のみしか止まりません。ではね、ただいま入線します。普通列車でね、今回の動画を締めようかなと思います。今回はね、梅屋敷駅の紹介動画でございました。次回は続いて大森町駅をね、紹介いたします。この動画が良かったなと思ったら高評価もお願いします。まだチャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ここまで長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。